ほいや。はい、というわけで、ほいほいさー。ほいほいさー、今回エンドゥさんがやってきました、はい、久々の。言ってきました、はい、久々の。で、今回僕たちが使うデッキはですね、ボルチャック、キングボルチャック同士、はい。キングボルチャック同士で、対戦。はい、対戦です。こっちがエンドゥさんが作ったデッキで、こっちが僕が作ったデッキですね。はい、エンドゥさんが作ったデッキです。で、これをお互いに、ちょっと交換して、交換して対戦しようということで、はい、やっていきましょう。内容わかんないからさ、どれが何枚入ってるかもさ、そうなんだよね。全部わかんないから、すげえ不安なんだ。見た感じ、トップギアあったなみたいな。あー、あったね。はい。じゃあグーじゃんけんぽい。はい、先行でーす。俺毎回パーなきゃ。はい、あーなるほど、ほう。はいどうぞ。はいどうぞ。待って、これや逆やんけ。あーおっと、これはボルシャックのデッキなのか。これボルシャックのデッキなのか。なにこれ、ボルメテウス牽制ドラゴンとか入ってる。大変だ。おお。はい、どうします。あー、バルキリアスドラゴンとか言っちゃった。バルキリアスドラゴン、じゃあ置くか。うーん、俺こっち置きたいな。でもな、こっち置いとくか。ボルメテウスホワイトドラゴン、もうホワイト置いていいよ。大変だ。出せるんだけどね。はい、おお、これはね、取ってきやすい。結構きついところがあるが、どうぞ。早いな、どうぞ。あー、これ入れてんのね。この子入れちゃってんのね。じゃあ、置いて3マナで、こちらもコルテだぞ。お、対抗してやるで、どうぞ。ドロー。先行が有利には変わりないんだよ。いやでもね、キングね、アテミだ。まあ赤い雪、あでもな、先行有利には変わりないよな。そう、レックス。はい、効果。はいよ。ルティアが何がいるか今のうちで見とこう。ほうほう、せやね。なるほどなるほど。まあボルシャックルピアを出しても、そのままキングボルシャックからの3枚ブレイクっていうのが安定の中で、だが入れて、このデッキにトリガーが俺何入ってるのかが分かんない。怖っ。そうだな。そうそう、まあまあ、ああネックスです。え、ネックス、はい、あ、はい、ってことは手札に持ってるな。はい、はい、でまあグラビティゼロで、はいよ。ああ、のちはね、はい、殴ると。で、トリプルと。ここかな。はい。シュインと。シュインと。武者斬撃剣。相手のパワー5000以下のクリーチャー1体破壊して、ボルムケース武者ドラゴンはいないので、5000以下だけですね。コルビアかな。はい。はい。あと1枚。あと1枚です。え？あと1枚です。キング。はい。ターンエンドで。ターンエンド。ドロー。あー、これはもう勝ったからな。何か。こういうエリア。はい。ボルシャックネックス。あ。こう、ちょっと今のうち見とこう。今のうちちょっと見とこう。あ、なるほどね。なんか違う声言ってんだけど。ここパワータッカー。なんか違う声言ってんだけど。そうなんだよ。なんか、ね、違う声言ってる。るじゃあボルシャックルピアで。じゃあボルシャックルピア効果で。はい、キングボルシャック返してきます。はい。これで最悪ああいう1枚では持っていて、ただこっち火のカード1枚につきパワーがパワータッカープラス1000なんで、あ、そっか、破壊できます。それパワータッカーか。はい、シャフル。そっか、パワータッカーか。なるほどな。そうだよね。じゃあそのままグラゼロで出せますね、はい、出せます。はい、はい、じゃあアタックします。ボルチョックパンチ。はい、コルピアでもう殴っちゃわないです。タイムボルシャクルピアいた。危ね危ね。ほう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 。そうかそうか、さっきねコッコがいなくなっちゃったからね、うん、コストがね、コストね、ちょっと厳しくなったね。厳しいんだよね。ほう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 。お、ボルシャクルピアだ。お、キングを置いてるマラゾンに。あ、ボルシャクドラゴンいるじゃないか。ボルシャックドラゴンもいます。普通ノーマルなボルシャックドラゴンもいますよ、一応。まあボルシャック7つくなので。はい、とりあえずじゃあネックス回収。あ、はい、まあ出せはしないけどっていう感じか。はい、はい、で、ターンエンドで。はい、はい、じゃあアンタップドロー。
あ、いらない子来た。何この子。この子いるの？この子いらないよね、絶対。何入ってんの？何で入ってんの？念のためね。念のため。念のためね。ネックスで、ね、持ってきてね。あ、はあ、なるほど。うん、念のためか。じゃあ、コルペアでコスト2軽減になってるね。じゃあ、3マナで、はい、ジャックライド。豪華で、進化のドラゴン。そう。山札を見て、その中からコスト、このクリーチャーコストが同じ種族を持つ。コスト？これ、あ、同じ種族か。間違えた、うん。同じ種族を持つ進化クリーチャーを一体選び、相手に見せて待てないから。まあ、キング回収用かな。あ、そうだね。キングかな。うん、キングしかいないか。で、グラビティゼロで出せるかなみたいな感じの。あ、なるほど。そう。いっちゃった。あ、いた、キング。あ、キングいたんで、この子はボルシャックと名の付くドラゴンがあれば乗るので、ボルシャックいるね。そう、なのでもうこのまま乗っちゃうと、はい、じゃあグラビティゼロで乗りますと、はい、でバトルゾーンにアーマードドラゴンが2体のね、はい、バルキリオスドラゴンも追加で出しておきましょうか、はい、とりあえずで、ここで俺はオーバーキルすればいいのかな。ダメ。でもな、そっちなトリガーあるんだよな、俺が考えた時だから。中身は分かってんで、じゃあ3枚ブレイク、まず1枚、はい、2枚目、はい、あー、来ないか。3枚目、はい、来た。マジか。あー、まず3000以下のクリーチャーを1体破壊で、はい、ここで、はい、はい、で、6000以下のクリーチャーを1体こっちダブルブレイクですよ、一応。でもスピードアタッカーじゃないから、じゃない、こっちだととどめさせたいですよね。はい、はい、はい、こっちですよ。じゃあ、残り2枚目、ちょっと、まあ、引いちゃうよねっていう。はい、はい、じゃあタイドです。ダベー、これで俺、お前スピードアタッカー。スピードアタッカー引いたら負けなんだけど。6マナ、ネックス持ってたやる気がする。うん、手札にね、ネックスね、3枚いるんだ。ダッセーよ。違う、今シールドでしょ。あー、なるほど。1枚回収してますね。シールドに3枚いるんだ。じゃあネックス出してキンボルかな。キンボルなんか、はい、もう1枚出たよね。で、2枚出たから、あと1枚ではどっかに6マナ言っちゃったで、はい、6マナか。これ俺、鳥が入ってんのかな。素でポンと、はい、はい、で、す、効果、はい、はい、ちょっと待って、ちょっといいね、こっちで、で、キングです。はい、それしかね、もうやりにきないですから。そうなんだ。はい、で、上に乗っかると、はい、上に乗っかる。で、キングダブルからのボルルピーか、それかボルルピパンチ、ボルルピパンチの切りか。そうすると、あー、でもどっちのあれか。ダブル。トリガーなんか来い、トリガーなんか来い。嘘だろ。バイバイ。バイバイされた。ねえ、これ入ってた、びっくりした。手札にこれがあった。それはね、マナゾン置いちゃって、手札に来たら。いやー、なんか試練ヤマト来るかなと思って、ここにさ、試練とかヤマトとか入ってたから。ヤマトね、入ってるよ。2枚入ってる。なんでさ、これさ、闇1枚しかない。なんで闇1枚しかないのにさ、ダークループは入れてんのかなと思って思ったんだけどさ、よく考えたらさ、あれだよね、あのネックスで出せるのか。そう、それ用で出すか、入れたんだよ、ね、なんか保険みたいな感じで。まあ、だからもうね、手札に来たらね、速攻でね、マラソン打ってくる、いつも。これからの、これで。そうルピアタならカードだから、火ではなくてもいいからね、出せる。なるほど、うん、あ、それは俺は思いつかなかったな。こいつもルピアか、そういえば。そうなんだよ、すごいね、なんか武者ドラゴンも混ざってるね。数足りねえか。ああ、ボルシャック、ネックス何枚持ってるの？4枚。4枚入れる。じゃあ5枚持ってるけど。え、4枚入ってるの？あー、じゃあ、あのキング、キングとかも。キングはね、2枚。そういうので揃えた方がいい。キングな、キングいくらだったっけ？まあまあいいでしょう。はい、というわけで今回は、僕のデッキを使ったエンドゥさんの勝ちでした。はい。あー、デッキ強え。はい、じゃあ今回の対戦以上です。はい。ほいほいさん。くそ。これ、先行のがやっぱ強いね。強いね。先行強い。